こんばんは、おつかいほむです。今日もよろしくお願いします。ようやく、2月の、住宅ローン金利情報第2弾ということでお届けします。いつも通り、紀伊国新金さんの住宅ローン、0.625、ちょっと古いファイルはこちらにあるんですが、出してません。要は変わっておりません。で、変わってない。紀伊国さんが変わってないということであれば、批判するわけ、批判というかネガティブなあれじゃないですけど、ほぼ皆さん、横並び、金利の差は若干ありますけど、1個動いてなければ、他行さんもあまり動かないということで、なんと銀行さんとかも一応用意してますが、変わっておりません。ただ、第2弾がだいぶ遅くなってしまいましたので、これだけでは面白くないということで、いくつか情報を用意しています。こちらイオン銀行さん、つなぎ融資手数料0円、9月30日までですかね、9月30日実行まで、ということで、0円ありますということで、注文住宅を検討で、なおかつつなぎ融資を考えておられる方はイオン銀行さんも候補に上がってくるのかなと思います。で、あとは、固定金利をご検討中の方、こちら企業銀行さんの 1.1、給与振込口座指定するとマイナス 0.2 なので 1.1 ということになります。こちら 1.1 がどのくらい安いのかと言いますと、いつも通りの、リクシルホームファイナンスさんのフラット35で言いますと、フラット 35S の35年以下、21年以上の35年以下の場合だと 1.06 ですので、これよりちょっと高いぐらい、S でない場合、普通のフラット35の場合は 1.31 ですので、1.31 と比べるとこちらの方がだいぶ安いのかなという印象です。ただフラット35で借入可能額とこちらの企業銀行さんの借入可能額また変わってきますので、その辺はまた注意が必要かなと思います。で、先ほど出ましたこちらイオン銀行さんの名前なんです。イオン銀行さんですけど、ネット銀行はやはり金利が安いというのが評判です。こちらは 0.47 は借り換えなんですが、新規の場合ですと 0.52% となります。だいぶ紀伊国さんの 0.625 と比べると 0.1% 安いということになります。ただ、メガバンクでも実は、今安いです。最優遇金利で 0.525 というのが三井住友銀行さんです。三井住友銀行さん、早くから事前審査、スマホのアプリでできたり、本審査、申し込みなどもタブレットでできたりと、非常に IT 化を早く進めておりますので、こうした安い金利、ネット銀行に引けを取らない金利提示ができるのかなと思います。というわけで、どういう資金計画を立てるかによって変わってきますが、こちらご参考いただければと思います。今日もありがとうございました。失礼します。